親分、ちょっとあのヨタモンに一発かましてくださいよ。親分、戦うの？あ、でけえ。やいやい、白毛夫、このお方をどなたと心得る？恐れ多くも我らスズメ組の大親分、ジャンバ太夫様にあらせられるんで。オス？メス？さあ親分、一発お願いしやす。ジュン。ひ、お、親分が怒っていなさる？おい、ありゃ何の喜劇だ？いいかい、白毛夫。親分は大事な大事なお嬢さんをさらわれてお怒りになってるんで。俺たちも四方八方手を尽くして探しちゃいるが、お嬢さんが無事見つかるまでは怪しいやつにその門はくぐらせねえ。分かったらとっとと失せろい。あ、帰ってった。なんだい、結局入れてくれないのかよ。あの親分の娘がさらわれたとか言ってたな。ああ、まあ、とりあえずセーブさせて。はい、セーブしてきました。じゃあ、じいさんはどこにいるん？この情報を知ってても、じいさん見つけなきゃいけないんじゃないか？スズメのお嬢さんはばあさんに捕まってるとしたとして、お、馬、餌をやる。こいつら草かな。ほい、よし。じいさんよ、問題はどこにいる。あ、あれかな、違うかな。とりあえず、なんだこれ、なんだこれ、あ、なんだこれ。まあ今はできないかな。ほい。いやでもあれ、じいさんっぽくねえな。なんだあいつ。お、なんだこいつ、キツネ豆。さ、肉？肉か、もう肉なくなっちゃったよ。買えばいっか。はい、ビンゴ、きたきたきた、ピキーンときたよ。足のこの振り子水晶が呼んでいる。ここにお互いが眠っているってね。なんだいワンちゃん、そんなにジロジロ見ちゃってさ。君もお宝掘りに参加したいのかい？でも足の振り子水晶が導いたお宝のありかは、この辺りでぷっつりと分からなくなってしまったんだ。絶対この近くにお宝の手がかりがあるはずなんだけどな。え、これでしょ？これどうすんの？できないんだよな、もう。あー、なんか吹き飛ばすとかもなさそうだしな。あー、なんかあるぞ、これ。見える？みんな、この下、若干隙間空いてんの、ここ。わかるかな。なんか吹き飛ばす方法とかも知らんしな。敵いるよ、そこに。ちょ。ほい。で、じいさんは？じいさんはどこ？いないぞ。ほい。あとこいつ倒しとっか。よし、くぐって。また飛んでるやつだから、一戦。できない。ほい。よし。よいしょ。あれ？灰色になんないな。
ダメだな。やだ。ガードできた今。このペチョンってなってる状態で一線効かないんだよね。ほい。ダメ。よくわからんな。よいしょ。ダメ。わあ、近くなってきた。うわあ、ちょっと待って。倒したい、倒したい。うえー。食らったか、今。こいつなあ、めんどくさいなあ。ほい。これ、与えれてるよね。食らったなぁ。こいつ倒すのむずいんだよなぁ。一戦も効くわけじゃないしさぁ。来ての無駄ってあったよね、今ね。スパッと倒す方法ないんか。お、何それ、何それ、何今の。ガードしたんだけど、あ、キーは手に入れた。やった、なんだ今の。討伐時間はボンだけど。よし、幸玉ゲット。あとこいつらはなんだろうな、草か。ほい、ゲイジーサマージーサマーどこ、いねえぞ。よいしょ。この裏はなんもない。あー、水が流れてきてない。この上かな。あそこにもヘノヘノモヘジあるけど、なんだこいつ。泉の女。こんなことってあるの。いつも美味しい水を恵んでくれたこの人魚船、たった一日で枯れてしまうなんて。泉。わあ、ごめんごめんごめん。ほい、人魚船。泉だ、そんなもん干上がっちまってどこにもないぜ。え、こいつのせい、俺のせい。まあ、とりあえずなんとかしてみよう。ほい、よし、丸書いて。ほい、で、あれ？横じゃなきゃダメなのか。うん。よいしょ、よい。で、この状態でもう一回やると、あれ？妖怪牙出てこない。あ、こいつはガードすりゃいいね。ほい。よし。オッケーで、スポット。牙落とした。どうよ、早いんじゃない？あれ、まだいる？オッケーオッケーオッケー、待つだけど。治った、やったやった。いやでも下はちょっと汚いままだな。治ったぜー、人魚船。ほわっと水面に光が差してるだろう。これは人魚船っていう特別な泉で、
美しい人魚の姉ちゃんが出てくるっていうありがたい伝説があるんだぜ。人魚船は美しくに各地にあるっていうから、見つけたらちゃんと拝んでおけよ。どうやって拝むの？なんかするの？何もできないじゃん、だって。わあわあわあ、ここにだってね、探しても、ほい、ここに入る。いや、何もできんよね。拝むだけ？特に何かできるわけじゃなく。一線。ダメ。ダメ。わからんな。この姉ちゃん教えてくれねえか？あっという間に枯れていた人魚船が蘇るなんて。やっぱり人魚伝説の力なのかしら。ワンちゃん知ってる？この人魚船は人魚の通り道で、海の底にある国から人魚たちが時折顔を出すって言われてるの。中津国にはこれと同じような泉がいくつかあって、人魚たちは地上の国の好きなところを見て回ってるんだって。ほら、水面に淡く光ってるところがあるでしょ。あそこに人魚の古銭を投げ入れたら、その通り道が開くのよ。人魚の古銭とは、あ、ごめんごめんなんじゃそれ、人魚の古銭。はあ、まあいろんなところにあるのは知ってるよ。夜になりそうだな。どうしよう。いないけど、じいさん。こっち行ったら中津国でしょ？関所の方に行けばいいのかな。あ、草薙村よ。中津国じゃなくて、中津国はこの村のことか。この村というか、この、国全体のこと。じゃあまっすぐ進んでって関所に行ってみよう。それとも今は何もできないのか。関所、足上がっちゃってるね。なんか人がいるけども、セーブしておこうか。はい、で、ちょっと夜になっちゃったけど、よっ。よし。寝てるな。なんだ？よう、ワンちゃん、しょぼくれた顔してどうしたい？そんな顔じゃ当たる八家も当たらなくなっちまうぜ。俺は都の警備隊随一の弓の名手、与一ってんだ。当たり屋与一。へえ、確かに大した大弓だぜ。なんだ、もう一人お客さんがいたのかい。この大弓は俺の相棒で、天下一の豪級、金丸ってんだ。関所の番ってのも結構退屈で、毎日弓の練習をしてるのよ。まあ、よーく見たら、矢の飛んでいく先を。あー、そこに桃あるぞ。大当たりどうだい、俺と金丸が組んだら、どんな的にも大当たりよ。お近づきの印にこれでも食ってゆっくりしていきな。なんかもらったな。まだある。話がまだある。どうしたいワンちゃん、この関所を渡って都へ行きてえのか。それについちゃ、実は俺たちも困ってんのさ。関所の番をしていたら、突然都への立ち入りを禁ずるお触れが出て、
向こう岸に見える大跳ね橋を上げられちまったのよ。おまけに向こう岸の詰め所には誰もいなくなっちまってな。いつもは火矢を置いて合図すりゃ橋を下ろしてもらえるんだけど、今矢を置いたところで都の連中が気づくかどうか。聖なる炎を宿していた火の鳥像の火も突然消えちまって火種もねえし、まったく都合の悪いことってのは重なる問題。へへ、まあ俺はしばらく羽を伸ばせて好都合だけどな。ほれワンちゃんもこれでも食ってゆっくりしていきだ無限。あとこれ大羽橋、都西安京へ行くにはこの大羽橋を渡るんだけど、見ての通り橋が上げられちまってんな、うん、でこいつはフガ。ここはこの中津国で最も栄えた都西安京への関所なんだな。この大羽橋だけが都へ行ける唯一の道だと思う。今は誰一人通すわけにはいかないんだな。女王卑弥呼様のお触れは絶対なんだな。大和国？それにしてもこの関所のお守り火の鳥像なんだども、妖怪を追い払う大麻の炎をその身に宿していたのに、ある日突然消えちまっただよ。おかげで夜は妖怪が寄ってこねえかとビクビクなんだな。絶対消えない大麻の炎がある、消えるなんてあの噂は本当だったんだな。フガ、なんだあの噂話を知らないだが、ほれ最近急にでっかいたたり場が国中に広がっただろ。例の日が近づいてきた時にあんなことが起きたからみんな大騒ぎしてるだよ。例の日ってのは年に1回の神木祭りの日のことで、しかも今年はあの怪物退治からちょうど100回目の祭りになるんだな。だからみんな100年目のたたりって噂してるんだな。ああなるほど、まだある。ふが、都へは誰一人通すわけにはいかないんだな。女王卑弥呼様のお触れは絶対なんだな。火の鳥像の大麻の炎は消えちまうし、あんな噂は流れてるし、こんな時だからこそオラこの関所を死守するんだな。ところでお前あの噂を知ってるだか、なんかいっぱいあるな。あの噂を知らない、聞き飽きた。さっきの話？さっきの話か？あ、そうですね、そうです、はいはいはい、すいませんでした。オッケー、よし。で、買い物できるとこか。困ったもんだよ。急に大跳ね橋を上げられて都へ帰らなくなっちまったんだ。何でも女王卑弥呼様が都への立ち入りを禁止したとか。でも何だって急にそんなお触れが出されたんだい。ともかく都へ帰れないならここで商売をするしかないよ。バンコ、お前お使いを頼まれたりしてないかい。ちょっとお肉買いっていこうかな。胃袋、肉を、お金結構あるからね、10個ぐらい買っといてもいいんじゃない。魚も買っとこうか、6個。草も買っておこう。全部で10個ぐらいにしときゃいいかな。1、2、3、4、4つ。豆、無限炭、まあこんなもんでいいかな。へいっと、こっちにも人がいます。チャイヤの客、よう犬ころ、お前も都へ行きたいのか。だが都への大跳ね橋があの通りで向こうへは渡れないぜ。
関所版の連中も橋が上がったわけを知らないようだし、これはやっぱりなんかきな臭いぜ。なんだい犬っころ、俺の話がわかるのか。こいつは人づてに聞いた話なんだけどよ、橋を渡った先にある都西安京じゃ原因不明の病が流行ってるってんだよ。俺も普段はそんなヨタ話信じないんだけどよ。でもその話が出始めた頃と橋の上がった時期、この2つの時期がぴったりと合うんだな。これがもしもその話が本当なら慌ててこの関所を越える必要もねえや。まあそうね。この子は松葉、この子ではなかったね、失礼しました。おやおや、かわいいワンコだね。あんたもここで足止めかい。向こうに見える大きな橋、あれは大羽橋って言ってね、都とこの高宮平を結ぶ大事な通り道なんだけど、今は見ての通り橋が上げられちまってんるんだよ。なんか都の方であったのかね。あ、なんもないね。でね、あそこに桃があるんだけども、こっからは見えないかな。さっきあった桃どこ行っちゃったの。見えないな。まあ、順番的にはやっぱなんだっけ、草薙村に行かなきゃいけないんだろうから、そっちに行こうか。じいさんはいねえな、結局。暗、怖っ。あ、光ってる。ほい。あれ。ちょちょい。はぐれ玉。オッケー。なんか光っとるよ。なにこれ。調べるとかもできない。あ？これもしかして、ここに？こう？あれ違うな。なんか割れてる感じするんだけど、違うの？よいしょ。あ、なんかそっち側に行っちゃうんだよね。よいしょ。2個置けないのかな？あ？ほい。奥に行っちゃうんだよね。じゃあやっぱ違うのかな。合ってたら手前に行くと思うんだけど。じいさんいねえな。わわわわわわわ。ちょ、危ない。あ、朝になっちゃった。バーバが出てきちゃうよ。これ後でかな。じいさんいねえしな。どこだ。いねえんだよな。行くか、じゃあしょうがない。よいしょ。ほい。これ何？調べれない。草薙村。おっと、お猿さんが、豆でいいかな？ほい。オッケー。坂だね、すごい。
走って走って。よしよし。じゃあ行きましょう。あ、なんかおかしいことになってるけど、いざ。草薙村。なんかまがまがしいよ。ウェープ。なんだい？この不気味な容器は。この村、まだたたり場の容器が抜けきってないぜ。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回は、草薙村をなんとかするところからだね。はい。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。